近鉄百貨店奈良店は奈良県奈良市にある百貨店で近鉄百貨店の代表店舗の一つイオンモール株式会社が運営するショッピングセンター奈良ファミリー内の各テナントである面積は31334平方メートルジャスコ株式会社は奈良店出店にあたってダイヤモンドシティ運営の百貨店との共同ショッピングセンターを計画していたが 東京や大阪の百貨店に打診してみたものの名乗りを上げる百貨店はほとんどなく唯一半球百貨店のみが興味を示した。しかし近畿日本鉄道は沿線に他社系列による百貨店が運営されることを嫌ってジャスコとの合同出店を決定する。その結果、1972年3月14日、 旧奈良ファミリーの開業と同時に奈良近鉄百貨店として県内最初の大型百貨店として開店した。その3ヶ月後、近鉄本体から離れ、安倍の店や上本町店と共に株式会社、近鉄百貨店の奈良店となった。1989年10月2日、奈良市内に奈良祖合が出店。旧店舗では祖合との競争に勝てないと判断。 奈良ファミリーは建て替え、1992年11月14日、新生、奈良ファミリーとしてリニューアルオープンし、近鉄百貨店奈良店も装いも新たにオープンした。その後、2000年12月25日に奈良祖合が閉店すると、地域一番店に帰り咲いた。また、当店は、 近鉄百貨店の中でも安倍の本店に次いで第2位の売り上げを誇る店舗であり、また市内唯一の百貨店であり、近隣の 4K ショッピングセンターとの競合もあるため、当初の郊外型店舗のコンセプトからは離れ、都心型の店舗となっている。ありがとうございます。